こんにちは。今日は2010年12月。N2 の懲戒問題です。難しいけどゆっくり頑張ってね。問題2。問題2では、まず、質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。本日は新商品のチョコレートについて、事前調査の結果が出ましたので、ご報告いたします。販売価格については適切であるという評価をいただきました。箱のデザインは他に似たものがなく個性があるということでしたが、味については少し甘すぎるという意見が多く、甘さを抑えるなどの対応が必要となります。商品名は評判が良く覚えやすいということでした。男の人は新しい商品についてどうしたらいいと言っていますか？2番。会社で男の人と女の人が話しています。二人は部長の家に持っていくものをどうすることにしましたか？今度の土曜日は部長の家でランチパーティーだね。部長の奥さん、料理上手らしいね。うん、楽しみだね。そうそう、一緒に何か持っていかない？ケーキか何か買っていこうか。いや、奥さん、お菓子作りもお上手だって聞いたよ。お店のケーキを持っていくっていうのもちょっとね。娘さんが喜びそうなものをプレゼントするっていうのはどう？それがいいね。部長に聞いても何も持ってこなくていいって言うからね。じゃあ、今日私が探して買っとくね。二人は部長の家に持っていくものをどうすることにしましたか？3番。会社で男の人と女の人が話しています。男の人は何が良くなかったと言っていますか？ああ。部長に怒られちゃったよ。どうしたの？会議に遅刻でもしたの？いや、部長に頼まれてたお客様への連絡を忘れてたんだ。すぐに連絡すべきだったな。そうだったんだ。最近、いろいろと責任の重い仕事が増えてきたから、気をつけなきゃね。そうだね。あ、明日の会議の資料、すぐに作らなきゃ。忘れないようにって、ちゃんとメモしたんだった。メモするのって大事だよね。でも私、メモが多すぎてよく見逃すんだ。一つ一つチェックしないとね。うん、そうだね。男の人は何が良くなかったと言っていますか？4番。引っ越しの会社の人が女の人と話しています。小さい赤い箱にはどんなものを詰めたらいいですか？小さい赤い箱です。この度はお引っ越しのご依頼ありがとうございます。お世話になります。今日は引っ越し用の箱をお持ちしました。色は赤と青、2色あります。赤はすぐに使うもの、青はしばらく使わないものというように使い分けてください。はい。それから、サイズは大小ご用意しております。本やお皿など重いものは小さい箱に、衣類など軽いものは大きい箱にお詰めください。ああ、そうですか。工夫してあるんですね。
小さい赤い箱にはどんなものを詰めたらいいですか？5番。会社で女の人と男の人が話しています。男の人はどうして残業をしていると言っていますか？お疲れ様。あれ、今日残業？頑張ってるね。会議の資料、あともう少しで完成するんだ。あ、昨日作ってた資料？うん。来週休暇取ってるから、今週中にやりたいんだよね。今週中って、明日しかないじゃない。うん。部長には休暇明けでもいいって言われたんだけど、でも仕事のことが気になって、せっかくの休みを楽しめないくらいなら、今やっといた方がいいかなって思って。まあ、そりゃそうよね。男の人は、どうして残業をしていると言っていますか？6番。電話で女の人と男の人がカメラの修理について話しています。男の人はどうしますか？もしもし、こちらカメラ修理センターです。山田さんのお宅でしょうか？はい。先日お預かりしたカメラですが、調べましたら部品の一部が壊れていまして、交換が必要だと分かりました。部品の交換には1万円かかりますが、いかがいたしましょうか？え？まだ買ったばかりだから保証期間中じゃないんですか？それが、今回のケースは申し訳ございませんが、保証の対象外となります。修理が必要かどうかお調べした費用3000円につきましては無料とさせていただきますが。そうですか。もしこのまま修理しないということでしたら、お預かりしたカメラをご自宅にお送りすることもできますが。あ、それはいいです。気に入ってるしまだ使いたいから。じゃあ、お願いします。男の人はどうしますか？これで終了です。お疲れ様でした。次の問題もチャレンジしてくださいね。